Yamaoka-san.奥のテーブル、片付け終わりました。じゃあ、お言葉に甘えて。おいしい。いえ、私から言い出したことですし、ご厄介になっているんですから、これくらいはさせてください。 Thank you.
霊剣使いか今の私には過ぎた呼び名だわ近いこのゲートはあの時の ある意味、ちょうどよかったかもしれないわね。アルイミ、ちょうどよかったかもしれないわね。森宮に来る以前の感覚、ここらで取り戻すとしましょう。時坂君たちがいない今、遠慮する必要もない。 アスカ、第一高速術式解放。霊剣使い柊アスカ、押してまいる。 もう夕方か。少し時間がかかったわね。久々の高速解除はやっぱり反動があるわね。貯金も少し切り崩してしまったし。でもこれでいい。 山岡さん、ただいま帰りました。よう、ひろぎ、遅かったじゃねえか。時坂君、そらちゃんに篠宮君まで。どうも。<笑>お邪魔してます。ったく、ずいぶん待たせたっつうか。ま、 今日のうちに間に合ってよかったぜ。その、全くもって意味がわからないのだけど、どうしてあなたたちがこんな時間に。その、ちょっとしたサプライズっていうか。
5本。アスカ先輩、お誕生日おめでとうございます。あれ今日で会ってますよね。おいおい勇気、まさか。いや間違いないって、マスターも言ってたじゃん。5月18日、今日が17歳の誕生日でしょ。あ、ほらこの間ゆうきくんを訪ねた時にハッキングされたじゃないですか。その時のデータからゆうきくんが気づいてくれて、これはお祝いしなくちゃって。はあ、だからってなんで僕まで。言い出しっぺってやつだろ。ほらよ、一応ケーキも買ってきたぜ。あ、これって駅ビルの有名店の。姉さんが前に買ってきてたな。結構な値段しなかったっけ。だ、野暮なことは言わなくていいっての。まあバイト代もろくに使い道がねえしな。なんつうかいつもの礼みたいなもんだろ。あなたたちはもう、これじゃ一体何のために。ああ、ありがとうございます。すみません、わざわざ。角砂糖は、まあいいか、今日くらいはね。